きました。あ、見たか。落ちたわ。行きました。はい、もう足刺されてて大丈夫です。行ける、はい、行きます。あ、ちょっと漫画や。2人とも破壊してすいません。お野菜って。おお、戻った。よっしゃ、僕のとチャーネル、はい、コウスケです。今日は、はい、今日はあれですね、あの、こんにちは。これすごいですね、こっちの青の方がすごいですね、レーシングカーのシーズン前みたいになってて、かっこいいですね。車検なんですよ。あ、車検。まあ今日ね、あの、はい、コウスケ一緒にやってるんですよ。ちょっと待って、今から手伝いたいと思います。はい、車検にレース車両改造車を、改造車を持っていく話。はい、じゃあ、ありがとうございます。タンフィさん、じゃあ今日やるのは GT ウィングとマフラーを外すみたいな、はい、そうですね。わかりました。じゃあ今からやっていきたいと思います。はい、おいっす。これをちょっと硬いですね。ちょっと足でやっちゃっていいですか。はいよ。2人とも破壊してすいません。破壊しました。お野菜って、ちょっとこっちを今日は破壊してみました。ナット全部舐めてるやん、こうして走るところ。ありがとうございます、すいません。ナット全部 はみ出す。スタッドボルト。スタッドボルトガクだった。あれスタッドボルトってなんかわからない。なんでスタッドボルトで締めるの。ラブケーカーって言う。スタッドボルトってなんですか。すいません、もうナット舐めるしょ。僕どうするこれ。スタッドボルト、ちょっとまたグーグルで調べておきます。ナット中買ってきて。わかりました。じゃあちょっと買ってくるふりして帰りたいと思います。買ってきて。じゃあちょっと今買ってきます。はい、すいません、買ってきます。またあのちょっと混んでたらあれなんで、時間かかったらすいません、また今度帰ってきます。すいません、ありがとうございました。行きます。足で押しちゃっていいですか。よいしょ。おお、戻った。よっしゃ。うよっしゃ。これすげえ、すごいですね。ありがとうございます。寝ていかんか。よいしょ。舐めてしまったボルトはぜひこれを、はい、よっしゃ、これ僕外しました。じゃあのあれ、はい、もうボルト緩けるんで、ええ、最後お願いします。わかりました。じゃあ仕上げはおじいちゃんできる。もう舐めへん、大丈夫。はい、全然。はい、じゃあご覧の皆さん、お待ちかねの人の車を舐めていく作業動画じゃあ行きましょう。今回はですね、田辺さんの Z、 あ、そうだね、本名言っちゃった。恥して大丈夫ですかこれ、うん、今後の。いや、今後も諦めます。諦めてもう車検終わったらもう終わるみたいな。それ、ワンガンビットナイトのブラックバードじゃないですか。ちょっと待って、絶対これもういいですか。はい、うわぁ。大丈夫ですか。めっちゃ痛い。行きます。ちょっと何なの。大丈夫ですか。大丈夫です。いや、もうやめて、はい、やんとってな。あれした、やんとってな。行きます。おっしゃ。じゃあ、シャイ君、じゃあこれちょっと、これいける。いや、これ多分、下から上げるんで、下から上げる。あ、オッケー、すげー。せーので、おっしゃー。うめー。うわー。待って、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 
明日しがめて。いける？はい、行きます。あ、ちょっと。漫画や。お、外れた。私が4あと、あの、CRCC や。CRCC やっぱ。C オーナーいや、ちょっと少ないぐらいですね。それ何？ CRCC です。ちょっと待って。CRC やって、これ。どこ CRCC？C 濃いですよ、タミさん。CRC ですよ、それ。カットします。I am a lion. They put me in the cage. All right. Woo! コスキー。はい、じゃあ、無事行きました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、とんでもないです。本編はタビさんの方でご覧ください。はい、詳しいのちゃんと載ってるんで、次は車検編を入るんでご覧ください。地元にお邪魔してます。あ、どうもです。上手になってお前。あ、すいません、すいません、バレますね、バラしたろ逆に。皆さん、タナピスさんに会いたければここに来てください。この辺が近くですよ。すいません、言って。ありがとうございました。じゃあ、戻ってきました。さあ、どうだったんでしょうか、聞いてみたいと思います。はい。はい、出てきました。どうだったんでしょう。さあ、それでは聞いてみましょう。行きました。いや、無理やったわ。落ちたわ。はい、ということで戻ってまいりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあちょっと、これがあの、まあ、車検が落ちたままどうなったのかというのはこちらトナピさんの本体の方で、はい、あの動画出てるんでぜひご覧ください。では、チャンネル登録お願いします。お願いします。こんな感じで、ね、ありがとうございました。動画見てくれてありがとうございました。コース系の本業は現代アートです。概要欄に作品解説の動画もありますのでぜひご覧ください。コース系の作品や活動、今後の展示告知は概要欄にあるホームページ、ブログ、各 SNS にて発信しています。そしてこの動画がいいなって思ってくれたらチャンネル登録を、でもう一つやなと思ったら次頑張るんでチャンネル登録よろしくお願いします。今日も一日ご安全に。